はい、皆様、こんばんは。2022年12月25日日曜日、ボギー大佐の言いたい放題。 本日は、まあ、クリスマスということでございましてね、えー、家族や大切な人と一緒に、もしくは、毛、えー、深い秘書さんと一緒に、えー、静かな夜を迎えている方々がほとんどではないのかな、なんてね、思っております。まあ私の、はい、えー、クリスマスは、まあね、独身の頃はもう本当に、 外に出てやりたい放題だったんですけども、さすがに最近は、あの、自宅でのんびりという感じでございまして、えー、今日もね、ずっと忙しくて、えー、ケーキすら買いに行けずに、えー、ちょっとね、悶々しているような状態でございます。はい。えー、つっちーさんは、 えー、なんとケーキも食べ終わりましたということでございまして、まあ世の中はね、まあクリスマスということで、まあ毛深い秘書さんの中には、はい、あのクリスマスプレゼントにチュールをもらっている子もいますし、まあうちの秘書さんは、えー、クリスマスプレゼントに生卵と、あと、えー、クッキーですね。はい、クッキーをいただいております。で、私もクリスマスプレゼント今回、 本当に久しぶりにもらったんですけど、そのクリスマスプレゼントっていうのがですね、あの、卵と、なんとヘチマだったんですよね。<laughs> 卵とヘチマ。あのね、前にもお話し,しました、えー、無人売店のね、あのおばあちゃんにプレゼントを届けた時に、あの、必ずね、あの、持っていきなさいって,言って無理やり持たされたのが、うん あの、なんと、養鶏場から届いたばっかりの箱に入った、ね、卵、それから、えー、一段目をね、私に丸々渡しまして、これ持って行きなさいって聞かないわけなんですよね。え、おばあちゃんこんないらない、こんな食べきれないって言っても、いいからいいから持って行きなさいって言って、あげ子の果てに、私が食べるって畑から取ってきたヘチマがあるから、これも持って行きなさいって言って、無理やり、 卵とヘチマをね、まあ持たされたということでございまして、まあなんか気持ちが非常に嬉しい、えー、ね、プレゼントのお返しでございました。ただ困ったことにですね、困ったことに <laughs>。スクーターで来たもんですからね、もう帰りにこの卵どうしようかっていうことは本当に大変な目になったんですけど、いやーでも、 今年の、はい、クリスマスプレゼントは、卵とヘチマ、ということで、ございます。さて、えー、今夜もですね、えー、皆さん来ていただいてありがとうございます。まず、ハチさんから、えー、音声良好ですの、レポートとともにニラでございます。それから、えー、今日はですね、はい、そういえば、今日はですね、皆さんご存知の、元祖石鹸男。はい、元祖石鹸男。 宮城さんのですね。はい。雲んじゅの、まあ、誕生日。はい。石鹸男宮城さんの今日誕生日なんですよ。多分寒いところで迎えているんじゃないかと思いますけどね。 はい、あのー、心を込めて、お誕生日おめでとうございます。ということで、まあ、いつかまたお会いしたときに、えー、誕生会でもしようかなと思っております。さて、えー、江戸前あさり小僧さんからもニラ、ニラでございますよ。ニラ。森の都さんもお見えでございます。えー、黒海軍交渉さん、肉球さん、こんばんはんこ。えー、肉球さんからはニラも届いております。ニラですね。そういえば、あのー、卵いっぱいもらったんでね、 えー、南端っこのさ、あの、端っこさんから、南大阪の端っこさんからもらったニラ、あの、ワンサカ生えてるんで、それ取ってきてね、あの、卵と混ぜて、ニラ、玉でも作ってみようかな、なんてね、思っております。はい、それから黒海軍工渉さんからもニラでございます。カルカムさんからキャス君とね、あとニラ茶いただいております。ニラですよ、ニラ。 はい、えー。セイラさんから。謹、えー、んで、シュエースズの、えー、ご降臨ご降と、石鹸男さんのお誕生日のお祝いを申し上げますと、えー。天の糸高きところには、神に栄光地には善意の人に平和ということで。まあ、不思議なことに、平和、平和と言ってる人ほど、好戦的で争いをね、好むというのは、やっぱり人間っていうのは、 形は神に似ていても、やはり不完全なものなんだろうな、というふうに思ったりするんですよね。まあでも、不完全だからこそ、完全を目指してね、努力することができるという点は、まあいいんじゃないかというふうに私は思っております。はい。セイラさん。ごめん、光線的でと。そうなんですよ。あの、 あの、平和平和って言ってる人たち、本当に好戦的でね。あの、平和って言ってる同じ口で、サリンド、クルサリンドって言いますからね。はい。取り囲めとかね、ドア切れとかね。連れ込めとか。ス巻きにして投げ込むぞとか。こんなこと言いますから、本当に怖いですよ。はい。セイラさんもいつか、あの、沖縄来た時に現場にご案内しましょうね。はい。特に過激なところに。 <laughs> はい。塩サバさんからもニラ連発届いております。ありがとうございます。やっぱりニラですよね。もうちょっと沖縄もね、寒くなってきました。最低気温13度ぐらいなんでね。あの、そろそろ、もつ鍋自分で作ってみようかなと思うんですけど、自分でもつ鍋作って食べたことないんですけどね。はい。もつを買ってきて、 だし汁,汁入れたスープでぐつぐつ煮てニラ突っ込めばいいのかななんて思っておりますけどね。はい。えー、さき店長。運動不足の方は、石鹸で体をきれいに洗って辺野古へ行きましょう。ということで。 ただで、全身運動ができます。命がけですが、わらわらということでございまして。ただ、石鹸男宮城さん曰く、羽がいじめにされて、それを振りほどいて外に逃げたら、テントから追いかけてきたんだが、その追いかけてくる姿が、ね、ウォーキングデッドだったということでございましてね。ゆらりゆらりと、えー、まるでムーミンダリのニョロニョロみたいに、ゆらゆら揺れてるだけで。 追いついて来ない。で、石鹸男さん、もう笑いながら逃げたって言ってましたからね。はい。えー、つっちーさん、初対面の人に東京湾に巣巻きにして放り込まれそうと言われたことはありましたが、ということでね。はい、もう本当につっちーさん危ないですよ。危ない。はい。そうですね、沖縄でもつ鍋より中身汁。まあ、中身はね、あの、スープにも汁にもしますけど、炒めて、 食べたりとかもしますからね、意外と美味しい。はい、そうですね、セイラさん伝説のクネクネということでございまして、ね、クネクネなのかパククネなのかちょっとわかりません。でも今日はね、久しぶりに皆さんに素敵な画像をね、お見せしたいと思います。これでございます。<laughs> まあ なぜこの男はね、オレンジが好きなのかということでございまして、今日の、えー、収録のね、えー、場面でございますけど、ここまでオレンジ色にね、染まりまくると、これ下手するとどっかの政党の関係者ではないのかっていうふうに思われる可能性が非常に高い。えー、なんとシャツには利権ギラギラなんて染め抜いているところがまた非常にね、 まあ、マンゴー仮面さんらしいんですけど、まあ、帽子とね、シャツだけじゃなくて、マスクまで色を合わせるところは、まあ、沖縄のね、元衆議院議員の下地美京さんを、やっぱり、お手本にしているのかなあ、コさんどうもこんばんはんこでございます。はい。そういう感じに見えんこともないんですけど、 セイラさん、私が言えた話ではないんですが、ファッションセンス <laughs>。いや、もう、いや、セイラさん、あの、これね、あの、ネタなんでね、ネタですから、センスいい格好するはずがないわけなんです <laughs>。はい。もう本人はもうわざとね、こういう、はい、えー、コスチュームで、まあ、話題作りに徹してますんでね、 まあでも、実際の彼は非常にクソ真面目で、あの、はい、えー、結構情報通でありまして、結構いいですよ。はい。えー、水曜チラチラ作戦さんが、しかもだんだん太ってきているということでございまして。いや、確かに、少しずつね、はい、丸くなってますけど。まあでも、 彼にはオレンジ色が似合ってるんで近いうち泊まり交差点に立って、あの、オレンジクジラさんと一緒に手を振ってても何もおかしくないななんて思うんですけど、まあ、沖縄ではこのオレンジというと、えー、下地美京さんとその仲間たちの色なんですけど、まあ、沖縄以外ではオレンジっていうと最近は、はい、えー、三世塔さんですかね。以前はオレンジ色っていうと、えー、日本の心だったんですけどね。 日本の心のイメージカラーそのまま持っていかれちゃって、本当に困ったもんかななんて思っております。そして今日ね、あの、ちょっと帰りで、高速の帰りに見たね、ちょっと不思議な写真というか。はい、これ、高速からね、走ってる時に見た写真なんですけどね。あの、雲の、これ雲のね、 あの、中から光が差しているんですけど、まるでね、あの、写真ではあまり感じないんですけど、現物はまるであの、大きな目が2つ、はい、大きな目が2つあって、そこからビームのように出てるように見えたんですよ。はい。まるでエヴァンゲリオンの目から、 光がなんか出てるような感じで。いやーね、こういうふうに雲間から光が差すっていうことはつどつどあるんですけど、はい、土井さん、あの、神秘的ですね、ということで。いや、これ本当にね、人の目、そっくりだったんですよ。現物は。はい。あの、目尻も上がっていて、そこからまるでね、地上を照らすかのように、 こうして右と左に、まあ、光が分かれているということでございまして、まあ、やっぱりこういったものも、えー、人間には作り出せない。なんかね、あのー、私たちが想像のつかない存在によって作られたのかななんて思っておりますけどね。はい、そういう感じで今日はね、あの、いろいろ楽しい一、まあ、日で ございました。まあでもニュースって言っても今日はね、大したニュースなかったんですけど、まあ大体気になるニュースといえば、そうですね。あの、今沖縄で、えー、ちょっと問題になっているのが、まあ昔は長寿県沖縄って言ってね、まあ、沖縄の食べ物とかそういったのが長寿の元になるということで、非常に沖縄ブームの時にはもてはやされた。 ですよ、まあ、ところが、その長寿県沖縄がね、えー、下手すると短命県沖縄になりかねない状況になっておりまして、まあ、新聞曰く、えー、そのね、短命県になっている理由は、いわゆる、あのー、30代から50代の方々が、ね、結構早く、 なくなっているから、えー、平均寿命が <coughs> 短くなっているんだというふうに、まあ新聞は書いていたんですけど、本当にそうなんですかね。まあ寿命っていうのは、これはもう自分では決められない、神から与えられたもんではあるんですけど、私が思うにはですね、やはりお年寄りが、あの、平穏に暮らせる環境ではなくなってきたんじゃないかっていうのが、 私のやっぱり思うところなんですよね。まあなぜかと言いますと、まあ、特にね、警察に逮捕されても、えー、生活に影響のない65から75、まあ長生きしてほしい人たちが、毎日のようにね、半吉で、あの、心を煽られ、そして時にはね、えー、反強制的に辺野古の、えー、テントのね、ところに、 付き合いだからって連れて行かれて、やりたくもないのにね、プラカード持って更新して、衛生上良くないところでまた座ってね、帰りのバスが来るまで待つような、そういうことをやってるわけなんですよ。まあ、時には、あの、基地の中に入ろうとするアメリカ人にね、ヤンキーゴーホームとゲラーリーとかね、一緒になって罵声を浴びせる。 いや、人っていうのは人をけなしたらやっぱりどん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 進んでいきますけど、まあそういったことをやっぱりお年寄りにさせているっていうのがどうなんだろうっていうの私思います。私も知ってるね、活動家のあのじいさんばあさんも、はい、まだ若いのにね、こんな早く亡くなっていいのっていうことで本当に奇跡に入った方も何名もいるわけなんですよ。 あの、その方が亡くなる最後に、私にかけてくれた言葉が、バカ野郎って大きな声で言ってくれたことをね、私未だに覚えていますけど、決して私亡くなった方々、あの、亡くなってよかったとか、いいばーやさとか、そういったことは全く思わない。逆に、もう残念でならない。ああいうね、えー、人生の、いわゆる、もう、万節を、えー、毎日、起こってですよ。 はい、怒って、誰かに対していつも怒っていて、あの、不満を持った生き方をね、してそのまま行っちゃったっていうのは、私はこれあまりにもひでえんじゃないかなって思っているんですよね。まあ、ですからこの反基地運動をやってる人たちってもう少し考えた方がいいんじゃないのかななんて思いますけど、本当に基地の周辺でですね、ギャスかギャスかさせる ことがね、私長生きにつながるなんて、やっぱり全然思ってないわけなんですよ。不毛なことばっかりさせてですよ。はい。寒い中こうしてね、あのー、年配の方々動員して道に立たせて、えー、反対運動をさせる。いやー、これもやっぱりダメでしょう。なんて思うんですけど、そしてまたこういったものを、はい。 こういったプラカードもね、誰が作るのかわかんないんですけど、まあ字の形見ると、あ共産党系だななんて分かったりするんですけど、まあ本当はね、孫なんかと遊んでのんびり余生を暮らしているはずのお年寄りたちをこうして、あの、街頭にね、動員をして、えー、自分たちの薄汚い、あの、イデオロギーの、いわゆる倉クにしていくっていうのは、 私は、これはちょっとね、どうなんだろうなんて思いますよ。はい。まあ、こういったことをね、当たり前のようにやってる人たちって、本当に好きでやっているのか、それとも、ここに来ればね、同年代の仲間たちと会えるという、そういった思いで来てるのか分わかりません。ただ、ね、そういった人たちを親に持つ人たちはね、え、お母さんもうやめてくれ、恥ずかしいからとか。 え、親父、もうもう、あそこに行くのやめて、みっともないかなとか、はっきり引導渡してやった方がいいんじゃないですかね。まあ多分孫が見たらね、おじいちゃん恥ずかしいからやめて、なんて言うと思いますけど、いや、本当にね、あの、半吉運動いつも同じような人たちばっかりが見えていますけど、あの、子供とか孫とか、ネットでああいう姿をね、あの、公開されてるのを見て、 どんな気持ちになるんでしょうかね。はい。ということで、今日はですね、あの、マンゴー仮面さんのちょっとお話、そしてね、えー、この半吉運動に駆り出される人たち、そしてその半吉運動と沖縄の長寿の関係はないのかなっていうような推測をね、ちょっと立ててみましたけど、いかがなものですかね。やはり人生の晩年っていうのは、のんびり平穏に、 大好きな孫たちを見ながらね、のんびり暮らすことが私は長寿につながると思いますが、えー、基地の前に動員され、えー、ブロックを積んだりね、才の変わじゃあるまいし、ブロック積まされた上にヤンキーゴーホーム。はい、そして、えー、変なプラカードを持ってね、ムカデ行進。 寒い中、えー、そんなことをさせられたら、やっぱり寿命はどん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 、やっぱり縮まっていくんじゃないのかな。で、天に召されるときに、ね、新基地反対ってな亡くなるなんて、それってあまりにも哀れじゃございませんか。ということで、えー、今夜クリスマスの、えー、ボギー大佐の言いたい放題。はい、えー、これにて終了させていただきます。もう少しね、 平和運動のあり方っていうのを、えー、主催者の方々ちょっと考えた方がいいですよ。えー、長寿県沖縄取り戻すためにも、お年寄りはもっと大事にしたいものでございます。はい、ということで、えー、今日はクリスマス。皆様、ゆっくりと、まあ、お休みください。そして、年末に向けて明日からまたラストスパートということでございまして、明日もまた同じ時間にお会いしたいと思います。えー、今夜もお付き合い。 ありがとうございました。